演舞開演。どうも、本日は ローソンのアメリカンドッグを食べたいと思います。先日のフランクとはフランクに衣がまぶしてあるわけですが、どういう風に変わるのかな。あんまり変わらなかったりして、ではいただきます。あなたはちょっと後者が強いですね。フランクフルトとはまた違ったさっくりとした食感と甘みのある生地はいいのですが、ちょっと生地はもっさりしていて、肝心のウインナーの部分が感じにくかったのが残念でした。ウインナーどっか行っちゃったのかなと思ってしまったのが、でも美味しくはありましたね。あ、ちなみに自分はケチャップとマスタードのうち、マスタードは苦手なのでつけずに食べましたが、ちゃんとつけてくれますよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。